LCD サウンドシステムはアメリカ合衆国ニューヨーク出身のダンスパンクバンド。ディーフレコーズを主催するジェームス・マーフィーによるソロプロジェクトでライブではバンド形式をとっている。2001年に結成、2011年に一旦活動を終了したが、2015年に活動を再開した。代表曲に All My Friends, Losing My Edge, Someone Great などがある。 コーチェラで演奏するバンド1988年から1989年にかけてホーリングマン1992年から1994年にかけてポニー1995年から1997年にかけてスピードキングといったバンドでギターやドラムなどを演奏していたジェームス・マーフィー彼はスティーブ・ワルビニやボブ・ウェストンの下で エンジニアとして修行していた経験があり、バンド活動をやめて、自分のスタジオを作り、レコーディングの仕事で生計を立てるようになる。1990年代後半、ジェームスは系統していたパンクや、ポストパンクなどのインディーミュージックを含め、アメリカの音楽シーン全体がとてもつまらないものになってしまったと感じており、情熱を傾ける理由が見つからず、音楽を作ることを止めてしまっていた。 そんな最中ジェームスがエンジニアとして参加していたデビッド・ホルムスのアルバム制作中にアンクルとして活動していたティム・ゴールズ・ワージーと出会う。二人は1980年代にパンクに傾倒するという同じバックボーンを持っていたが90年代に入るとジェームスはアメリカでパンクシーンのドラマーエンジニアをしており一方のティムはロンドンでヒップホップレーベルのビートプログラマーとして 活躍するという全く違う道を歩んでいた。二人はこの違いがなぜ生まれたのかを話しているうちに、アメリカとイギリスで音楽シーンに違いが生まれ、現在のつまらない状況になってしまった理由を、かつて同じだったはずのロックとダンスミュージックが分かれてしまったことにあると考え、二つがクロスしていたのはどこなのか音楽の探求を始めた。すっかり意気投合した二人は、 ロックとダンスミュージックが再びクロスオーバーすることを夢見て、ロワー,ーイーストサイドのクラブでパーティーを始めるようになり、1999年、プロデューサーチームザ・ディーフの活動を開始する。2001年には、マネージャーのジョナサン・ガルキンと出会い、同年9月、3人でディーフレコーズを立ち上げた。ラスケラフェスティバルで演奏するバンド2001年、ディーフは、レディオ4の、 ダンスツーザーアンダーグラウンドを手掛け広く知られるようになる。それまで音楽的な成功と縁がなかったジェームスだったが、ディーフのプロデュース業と DJ によって脚光を浴びるようになっていた。しかし彼が推してきた音楽はエレクトロクラッシュやポストパンクリバイバルといったムーブメントにあっという間に飲み込まれてしまい、ジェームスは流行り物専門の DJ として燃え尽きてしまうことを覚悟する。 やっと成功し始めた小さな夢が終わってしまうと悟ったジェームスは突然大勢の一人になってしまった負け犬でいることを歌った曲ルージング・マイ・エッジを制作する2002年7月 LCD サウンドシステムの名のもと12インチシングルルージング・マイ・エッジが発売されるすべての楽器をジェームス自身でプレイしたこのデビューシングルはリーフの推し進めてきたダンスとパンクのクロスオーバーが 見事に完成しており、同時期に、リーフからリリースされたザ・ラプチャーのハウス・オブ・ジェラス・ラバーズと共にダンス・パンク・ムーブメントの火付け役、ポスト・パンク・リバイバルを後押しする存在として、決定的な評価を受けた。ルージング・マイ・エッジは、音楽メディアが発表する2000年代10年間のベストソングのリストにて、レジデント・アドバイザーで7位、ピッチ・フォークで13位、NME で29位、 ローリングストーンで37位に選ばれている。2002年12月、セカンドシングル、Give It Up をリリース。バンドは勢いに乗りたいところだったが、ジェームスは、ディーフとしての仕事に追われ自分のプロジェクトどころでは、なくなっていた。プロデュースにリミックスワーク、ワールドワイドになっていくレーベル業の激務の最中、2003年9月には、サードシングル、Yeah をリリースする。 ソナーで演奏するバンド2004年1月拠点にしていたニューヨークのディーフスタジオの暖房が壊れたために仕事ができなくなり2ヶ月ほど休暇が取れることになったジェームスはアルバムの制作を開始するニューヨークではビジネスのことで忙しくアルバムを作れる環境ではなかったため車で6時間ほどのマサチューセッツにあるロンベファームズスタジオを借り 電話もインターネットもつながらない田舎で3週間をかけアルバムを制作した。同年11月、エレクトラグライドで日本初ライブを行う。2005年1月、初のスタジオアルバム、LCD サウンドシステムをリリース。アルバムの1枚目には新曲を収録、2枚目にはそれまでリリースした3枚のシングルが収録された。 最初のシングルヒットから2年半後のリリースだったが、アルバムは世界中のライブハウスやダンスフロアを沸かした。このアルバムから、ムーブメント、ダフトパンクイズプレイイングアットマイハウス、ディスコインフィルトレーター、トリビューオレシャンズの4曲がシングルカットされたが、特にダフトパンクイズプレイイングアットマイハウスは全英シングルチャートで29位と検討した。アルバム、 LCD サウンドシステムと収録曲、ダフトパンクイズプレイイングアットマイハウスは、第48回グラミー賞の最優秀、エレクトリック、ダンスアルバム賞と最優秀、ダンスレコーディング賞にノミネートされた。アルバムは、音楽メディアが発表する2000年代のベストアルバムのリストにて、レジデントアドバイザーで5位、ピッチフォークで113位に選ばれている。また、 ダフトパンクイズプレイイングアットマイハウスはローリングストーンが発表した2000年代のベストソングのリストで78位に選ばれた。同年2月、東名阪で単独ライブを行う。2006年10月、コンピレーションアルバム45、33をリリースする。このアルバムはナイキと iTunes のプロモーションのために作られたアルバムで、 ランナーのトレーニング用に45分33秒の収録時間となっている。また、アルバムタイトルの45、33は、ジョン・ケージの4時33分のオマージュとなっている。コーチェラでのジェームス・マーフィー2006年、ジェームスはロンベ・ファームズ・スタジオでアルバムの制作を開始する。スタジオは壁などをシルバー一色に装飾して、 環境から影響を受ける状態にしていたという。また、マスタリングは、イギリスのアビーロードスタジオで行われた。2007年3月、セカンドアルバム、サウンドオブシルバーをリリース。全英アルバムチャートで28位を記録する。このアルバムでは、ポストパンクに飽きたらずレビットボーイや、クラウトロックなど多様な音楽から、参照点を見つけ出し、自身で築き上げた。 ダンスパンクをさらに上の次元に引き上げ高い評価を受けた。このアルバムからは、ノースアメリカンスカムオールマイフレンズサムワングレートタイムツーゲットアウェイの4曲がシングルカットされた。オールマイフレンズについてジェームスは、自分の友達について曲を書き続けたとしてもあれ、以上の曲は作れないと思うと述べている。アルバム、サウンドオブシルバーは、 第50回グラミー賞の最優秀、エレクトリックダンスアルバム賞にノミネートされた。音楽メディアが発表したこの年のベストアルバムのリストでは、アンカット、ドラウンド・イン・サウンド、ガーディアンで1位、ピッチ・フォークで2位、AV ・クラブで4位、レジデント・アドバイザーで5位、ローリング・ストーンで7位、NME で11位に選ばれた。またこの年のベストソングのリストでは、オール・マイ・フレンズが、 ピッチフォーク、ガーディアンで1位、タイムで4位、ローリングストーンで20位に選ばれた。さらに、後年、音楽メディアが発表した2000年代のベストアルバムの、リストでは NME で11位、ローリングストーンで12位、ピッチフォークで17位、レジデント・アドバイザーで23位に選ばれている。また2000年代のベストソングのリストでは、オール・マイ・フレンズが、ピッチフォークで2位。 ローリングストーンで41位に選ばれている。また同じくサム・アングレートがピッチフォークで22位、レジデント・アドバイザーで41位に選ばれている。同年8月サマーソニックに出演のため来日。2008年8月シングルビッグ・アイデアズをリリースする。この曲は映画ラスベガスをぶっつぶせのサウンドトラックとして書き下ろされたもので。 映画のサウンドトラックアルバムにも収録された。この曲をローリングストーンは2008年のベストソングの63位に選んでいる。シカゴでのライブ2009年夏、ジェームスはロサンゼルスにあるリック・ルービンが所有するスタジオ・ザ・マンションでアルバムの制作を開始する。このスタジオはベッドルームが10部屋あるプール付きの豪邸でアルバム制作の環境を 重要視するジェームスはレコーディング中に白い服のみ着用する決まりを作りレコーディングに臨んだ。同年11月レコードストアデーのキャンペーンでスーサイドのアランベガが1980年に発表した曲のカバーシングルバイバイバイユーをリリースする。2010年アルバムの発売を前にジェームスはこのアルバムを最後に活動を終了すると発言するようになる。ジェームスは LCD サウンドシステムについて好きで始めたことだがだんだん自分の人生を支配するようになってきたと感じていた。40歳を目前に控え、レコーディングとツアーで忙しい日々を終わらせ、もっと他のことに挑戦しようと決意を固めていたのだ。ただ、この時点では、ラストライブなど具体的な解散時期には触れていなかったため、またアルバムを作りツアーを始めるだろうと予想する声も、 多かった。2010年5月、サードアルバム、This is Happening をリリースする。アルバムは全米アルバムチャートで10位、全英アルバムチャートで7位を記録する。このアルバムからは、ドランクガールズ、パウパウ、I Can Change の3曲がシングルカットされた。ドランクガールズのミュージックビデオは、スパイク・ジョーンズが監督を務め、若過疎を彷彿とさせる演出で話題を呼んだ。 音楽メディアが発表したこの年のベストアルバムのリストでは、ペースト、ノーリップコードで1位、ピッチフォークで2位、タイムで3位、スピン、NME、AV クラブで4位、ミューズコム、ポップマターズで6位、アンカット、ドラウンド・イン・サウンドで9位、ローリングストーンで10位に選ばれた。この年のベストソングのリストでは、アイ・キャン・チェンジが、ピッチフォークで3位、ローリングストーンで17位、 NME で23位に選ばれた。また、ピッチフォークが、オール、アイボントを17位に、NME が、ドランクガールズを13位に選んだ。2010年は、多くのフェスティバルに参加し、コーチェラのサブヘッドライナーや、レディングリーズのセカンドステージのヘッドライナーを、務めたほか、グラストンベリー、ボナルー、ワイヤレス、ビッグ、デイアウト、ピッチフォークフェスティバルなどに出演した。 7月には、フジロックで、日本で最後のライブを行っている。解散直前のチリでのライブ2011年2月8日、LCD サウンドシステムは4月2日に、マディソンスクエアガーデンで、ラストライブを行うことを、ウェブサイトで発表した。チケットは即完売で、プレミア化し、当時のレートで12万円ほどで転売されるなど、問題となったため、3月末に、 ニューヨークのターミナル5で4日間の追加公演を行った。4月2日、マディソンスクエアガーデンのラストライブはピッチフォークがウェブで生中継を放送した。オープニングアクトとしてリキッドリキッドが再結成して出演し、本編ではアーケードファイアやレジー・ワッツがゲスト参加するなど特別なライブとなった。3時間半に及んだライブはニューヨーク、I love you but you are. ブリンギングメダウンでエンディングを迎え10年の活動に幕を閉じた。2012年1月、ラストライブとその裏側を撮影したドキュメンタリー映画、シャットアッププレイザヒッツがサンダンス映画祭で上映され、夏にアメリカなど世界各国で公開された。10月には映画とライブ映像を収録した3枚組のブルーレイ DVD で発売された。 2014年4月19日、ラストライブの音源を収録した5枚組の、レコードボックスセット、ザ・ロング・グッバイ、LCD サウンドシステムライブ・アット・マディソン・スクエア、ガーデンをリリースする。クオートフェスティバルでのジェームス・マーフィー2015年10月、音楽メディアのコンシクエンス・オブ・サウンドが、LCD サウンドシステムが再結成し、いくつかのフェスティバルで、ヘッドライナー出演が決まっていると、 リーク情報を報じた。12月24日、LCD サウンドシステムは、新曲、クリスマスウィルブレイク・ユア・ハートを突如発表する。本格的な復活への期待が高まる中、2016年1月、春に行われるコーチ・エラフェスティバルのヘッドライナー出演を皮切りに再結成し、年内のアルバムリリースを行うと公式に宣言。およそ5年ぶりとなる再始動は、 大きな話題となった。3月27日、28日にニューヨークのウェブスターホールでバンドのウォームアップを兼ねた招待制のライブを開催。4月15日にはコーチェラ1日目のヘッドライナーとして出演し復活を遂げた。バンドはその後も世界各地の主要フェスティバルにヘッドライナーで出演する。またニューアルバムを制作中であることを明かし、 コロンビアレコードと契約したことを発表した。その後、8月に予定されていたアジアオーストラリアツアーをニューアルバム制作のためにキャンセルした。2017年4月、ブルックリンで5日間にわたるライブを開催し新曲を3曲披露する。5月5日には突如、シングル、コールザポリス、アメリカンドリームをリリースする。翌6日には、サタゲナイトライブに出演し、 両曲を披露した。6月19日、ニューアルバムの発売日とタイトル、ワールドツアーの日程を発表する。夏には、フジロックを含むいくつかのフェスティバルに出演した。9月1日、4作目のアルバム、アメリカンドリームをリリースする。アルバムは、全米アルバムチャートで、初登場1位を記録する。アルバムと楽曲は、高い評価を受け、 多くの音楽メディアの年間ベストリストに選出された。第60回グラミー賞では、最優秀オルタナティブアルバム部門にノミネートされ、楽曲、トゥナイトは、最優秀ダンスレコーディングを受賞した。2018年9月12日、スポティファイシングルスシリーズとして、エレクトリックレディスタジオで、ライブ演奏した、トゥナイト、ホームシックのカバー曲。 I want you a love の3曲を収録した EP を発表する。11月2日には同スタジオで収録したヘブン17のカバー曲ファシストグルーブサングを発表した。バンドは一連のライブ録音を収録したライブアルバムエレクトリックレディセッションズを2019年2月8日に発表した。バンドとオーディエンス LCD サウンドシステムに対する評価は キャリア初期のダンスパンクムーブメントへの貢献と、その後の音楽的成熟についての2点が挙げられる。ジェームスは1990年代後半という早い時期からダンスとパンクの融合を試みており、エレクトロクラッシュが飽和状態の中でも、ルージング・マイ・エッジのような独自性のある完成度を持った曲をリリースすることが可能だった。ルージング・マイ・エッジの登場により、ダンスパンクムーブメントが 世界的になることで、ポストパンクリバイバルの発展にも貢献し、後のニューレーブムーブメントにも影響を与えている。しかしながら、キャリア前半のダンスパンクサウンドは、パンク特有の比較的簡単に再現できるもので、あったため、2000年代中盤には似たようなバンドで、溢れ返る状態になってしまっていた。そんな中リリースした、セカンドアルバム、 サウンド・オブ・シルバー以降はそれまでのポストパンク期のダンサブルなサウンドを現代によみがえらせることから、多種多様な音楽との参照点を見つけ出しそれらを内包するサウンドを作り上げることにシフトする。そうして完成したダンスパンクの枠を抜け出す独自の音楽性と方法論は2000年代末のインディ・ミュージックの発展につながり、更新の音楽家に広く影響を与えた。 詳細は、英語版 EN LCD サウンドシステムディスコグラフィを参照詳細は、英語版 EN LCD サウンドシステムアワーズナマネシャンズを参照。ありがとうございます。